はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれども、その他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧いただければと思います。で、今日ご紹介する本は世界で一番優しい会議の教科書実践編というタイトルの本になります。で、この本はですね、以前ですね、私が、ここに書いてある世界で一番優しい会議の教科書という、第一番をご紹介したと思います。で、それの実践編ということで、もう少し具体的な内容であったりとか、日常の、仕事における会議の中でですね、出てくる問題点をより具体的に説明しているような内容になっています。で、1冊目のですね、この世界で一番優しい会議の教科書というこの本も非常に素晴らしい内容でした。で、本の中でですね、そのサラリーマンがいかに会議に時間を取られているかということについて、解説がされているんですけれども、特に重要なこととして、その会議をファシリテート、するときにですね、まずその会議がどういう目的で行われているのかということを、確認すること、この会議はどういう状態になったら終わるのかということを確認することと、あとはその会議の中でのスケジュールですね、アジェンダとどういうスケジュールで進めるのか、また、最後のポイントとして、決まったことを確認する、また担当者を確認すると、この3つが重要なんですよということが書かれてました。で、これだけでもですね、十分普段の会議に反映させてですね、会議のレベルを高める上ではもう本当に重要だなというふうに、関心をしたんですけれども、より踏み込んだ内容をこの本で勉強するという形になっています。で、今言ったその、会議の終了条件は何かということ、そしてアジェンダ、スケジュールはどうなっているのかということ、また最後に決まったことを確認するという、基本的な動作の他にですね、特にこの本の中で特徴的だなと思ったところは、会議のよくある困りごとですねと、その対策っていうものが、書いてあること、あとは、こういったそのファシリテーションのスキルをですね、定着させるためには、どういうサイクルと、実践をこう繰り返していけばいいのかということについて、書かれていたところが非常に印象的でした。で、例えばその会議のよくある18の困りごとと対策というところ、少しご紹介したいと思います。例えばですね、ちょっと18個全部は紹介しないんですけれども、例えば誰も発言をしないとか、また一人の人が喋りすぎてしまう、独演会が止まらないとかですね、あとは議論が間延びするとか、大人数の場合に定例会を、回すのが難しいと、あとテレビ電話が難しいとか、そういった具体的な、困りごとに対してですね、対策が書いてあります。例えば、会議の雰囲気を作るときには、アイスブレーカー、砕けたような議論をするとか、そういうことなんですけど、そういうパターンとしても、こういうパターンがありますよとか、こういうふうに踏み込んでしまうと逆に硬くなってしまうとか、そういう具体的な内容が非常に詳しく書かれています。これも非常に勉強になると思います。このレビューの中で全て解説することはできませんし、私自身もですね、これを読んだからといって明日から全部すぐできるようになるわけではないんですけれども、やっぱり何か困った時とか、自分の中でもですね、今日の会議うまくいかなかったなっていう時ってあると思います。そういう時にこうパラパラっと読んでですね、理解を深めることができるんじゃないかなと思います。で、定着という部分について少し言及しましたけれども、こちらについては、定着の4段サイクルというものが書かれています。まず、初めに必要性を実感すること。で、2つ目がやり方を知ること。で、3つ目が失敗できる環境があること。で、4つ目がやってみること。で、個人的にはですね、この失敗できる環境があるというところは、非常に重要だと思うんですけれども、やっぱりやり方を学んだ後にですね、それを使ってみようと思ったときに、失敗できる環境っていうのがないと、なかなか定着していかないと。どうしてもみんな尻込みしてしまって、やらなくなってしまうんで、そこをクリアするには、どういうような、方法論があるのか。またどういう工夫ができるのかということについても、書かれています。で、やっぱり第2弾実践編ということもあって、前回のですね、その会議の教科書、という内容よりは、より具体的な内容であったりとか、個別の事例に踏み込んだような解説が多かった印象です。で、前作はですね、ビジネス小説仕立てというふうにこの本の中で書かれてましたけれども、主人公がいて、あるストーリーがあって、その主人公が入社2年目の女性の主人公がですね、会議をファシリテートできるようになっていくというようなストーリーだったんですけれども、こちらは、本当にもう文字と図だけでですね、書かれてます。
なのでどちらかというと、まあ、こちらの実践編の方がですね、情報量が多くて、まあ、より具体的になっているという意味では、こちらがおすすめなんですけれども、実際に自分たちが行っている会議っていうのはどういうものだったのかと、それがどこが問題で、それが変わるとどういいことがあるのかっていうことを肌感覚として知るという意味では、まあ、こちらの、前作の方が、分かりやすかったかなというような印象でした。ですので、まあ、個人的にはですね、両方買ってみて、どちらも手元に持っておきたい本だなというふうに感じましたので、もしサラリーマンの方とかですね、会議をよくやられる方が、何かこう困っているとか効率が悪いなというふうに感じられているようであれば、ぜひ購入されてみることをお勧めします。はい、今日は以上です。よろしければチャンネル登録およびグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。